I want you, I need you. 今日ローテーションやろうかなと思って。ローテーション？そうそう。ヘビーローテーション。なんか確かそうじゃないかなと思って言ってみたけど、確かに。あんま違う可能性もあるしね。ローテーションというゲームをね、皆さんに紹介 して、我々も楽しんじゃおうかと。はい。ね、ローテーションというのはね、1番から15番まで使えます。はい。で、番号がそのまま点数になります。はい。1番が1点。で、1番は雑魚ですね、もう。そうです。で、15番が、なんですか、ボス的な。ボス的です。感じで。タック以前言ってたけど、なんかこう、1番がエビで、9番がタイ。はいはいはい、って言ってたじゃないですか。エビで対応する。言ってました。だから15はもう大間のマグロぐらいだよね。いやまあそうですね。そうですそうです。それぐらいです、はい。15点です。じゃあ14番は何？何かな？島の関のフグぐらいかな？それは上下関係あるんですか？おいしいフグの方が高いまであるけど。美味しいもの探そう。はい。13番のどくろみたいな。どこまで行くんですか？で1番から15番まで足すとね、タックンなんかもパパ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 ン、はい、120点なんですよ、はい、で、今日はね120点先に取った方が勝ちという感じでやりましょう。はい。なのでまあ大体2回やったら終わりと。はい、ね、2ラック分やれば大体どっちかが120点いくと、まあ、そういうわけですよ。でまあルールは一番低い番号に当てなきゃいけないというナインボールみたいなルールで、そうですね。で、ファールの時がフリーボールじゃないと。はい。現状のままか。手玉をキッチンの中。はい、手玉をキッチンの中か。あと的玉を動かすこともできます。はい。的玉をフットスポットかセンタースポットに動かすことができます。はい。号球とかジャパンとかいうルールでもそんな感じなんですけど。そうですね、似てますね。はいはい。ローテーションの場合は両方選びます。手玉も的玉両方動かしても OK なんですよ。はい、それぐらいじゃないですか。あとはもう2ラック目以降のブレイクが、あ、そう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 、15番入れた後に手玉を必ずキッチンに戻さなきゃいけない。戻さなきゃいけない。手玉を、そうですそうです。戻らなかったら相手ブレイクですよね。相手ブレイク、はいはいはい。で戻ったとして、その戻った場所からブレイク、そうですそうです、現状ブレイクってですね、はい、そんなもんじゃないでしょうか。あと補足とか質問があったらコメント欄に書いていただければ、はい、よろしきかと。はい、じゃあやりましょう。やってみましょう。じゃあ黒子先生、黒子先生。はい、いいバッキングでございます。ブレイクでかいからね。いや弱い、いやこれ弱い、だいぶ弱し。え、セルフラックでやっぱね、そうだそうだ、そうだ、お願いします。お願いします。第2のブレイク、すげえ入れ、すっげえ入れ。どうでしょう。セーフですね。柏は9ファールでしたけど、まあ、セーフです。外しても隠れそうな気がする。イメージ通り外しても隠れるやつ。4番、はい、
逆転したんですよ。もう6対9。僕3個入れてんの。素晴らしいショットですね。多くは語らない。完璧なとこに出ました、ね、いやこれはもういけてしまいそうに思える。え、おっとここでやばい、予想外のことが起きました。これはいけない、気がない、キュンが出るの、やばい、やっちゃった。本当に記録が落ち込んでるぞ。いや、ありがとう。今なんかゴツって言ったよ、8番重たいんだ。8番ゴツって言ったよ。これ微妙なんだよね、9番への出しがね。8番ゴツって言ったよ。うわ、超今のもったいなすぎない。でしょ、俺もそう。微妙だな、本当にこれ。それが正解っぽい。そうですか。49対6。え、おっと、これはお先抹茶色ではないでしょうか。半茶色、半茶色、半茶色、お先半茶色。やっべー、ジャンプあり、ジャンプありでしょ。ローテーションはジャンプありじゃないですかね、多分。いいよ。いやー、それは難しいな。これセーフティーなの、普通セーフティーなの、寿司普通のセーフティーなの、どうなの、普通が分からない、僕は。いや惜しい。入らない、入らない。これはチャンスっぽいの。薄すぎですよ、薄すぎ。もうちょっといいとこに。現状ブレイクでございます。引いた方がいい、大丈夫。あ、いいよ。あ、引いてもいいよ。いや、引いとこうか。前科者だから。ちょっと同じ位置で引けますね。はい、これ1ターンで何点取ったかとかいうのは入らんとかあるんですよ。はい、ローテーション、はい、現在今54点タック継続中です。ハイランっていうか自然と縦球になってしまう。そうだね、怖いな、怖いな、正面は。ヒットイブレグです。しょうがなくない、ヒットイブレグ、しょうがなくない。ヒットイブレグやってきました。これどう、このままでいいですか。
どうしよう、ホール取っちゃいましょうか。バンク。はい。上手い人はもうちょっといいところにでもポジションするんでしょう。なかった。なかった。それはセーフティー。セーフティー。うわー、うまそう。美味しそう、美味しそう。美味しそう。うまそう。これはなんだ。1番、そこで、はい、本当はね、1番はね、そのラックのところまで持ってきたかったんですね。ここに、そう、そんでタックンが無様に壊していくっていうのが見たかった。なるほど。惜しい、もうちょっとで、もうちょっとで壊せたな。ファールです。ファールですね。さあ、この時に手玉も、的玉の場所も変えれるわけですね。いやですね。ノステーションは。いやですね。せんべいですね。手玉とアンド1番をセンターにお願いします。はい。3でしょうか。空中コンビね、引くしかない、引くしかない。隠れて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 る。あ、すいません、申し訳ない。隠れてます。これは心から申し訳ない。13番を狙おうと思います。13番、ここに、はい、手玉センターで。え、何が。あ、大丈夫です、大丈夫です。それまだです、まだです。僕がファールした場合の、はい、すいませんでした、先ほど言いました。5番、13番、13番、13番、 OK。 手玉センターで全然違う、全然違う。手玉センターで。あ、待って待って、そう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 、言いました、言いました、言いました。ダイちゃん、ダイちゃん、ダイちゃん、今言いました。言ったらダメなの、帰っちゃダメなの。いや、いいけど、現状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 。手玉センターで言うか。あんなにもう突き走って言ってたから。83対60点。おっと、ワニレストが。ワニレストですか。びっくりした。すごい遅いの、手玉。これまたセーフティー。さーっていくね。すごいゆっくりって。セーフティー。セーフティー。困った時はセーフティー。これセーフティーしやすそうな球ですね。どうでしょう。危ない。入っちゃったら、フットに戻して、答え出て。そうですね。より強固なセーフティー。本当だよ、ちょっと何やってんだよ。ちょっと。すごいセーフティー。ちょっと、それどういうこと。戻して交代。これ、パワーオプションとかないのかね。これずるいよね。これずるいですね。テンボールだとオプションあるんだけど。これずるいっす。
これは一応今最近のローテーションのルールわかんないけど一応こういうことですね。交代です。いやどっち？どっちだ？どっちですか？どっちでした？今あのピンクにしか当たってないんだわ。そういうのやるのって両方に当たった時にどっちってやるんだけどピンクにしか当たってないんですよ。ファールファールファール。これだからこの時に手玉センターを取ろうと思えば取れる。あ、取ります。漏れなくなります。センターでいいですか？はい、漏れなくなります。セーフティーにやられてますね。何セーフティー？あのブロックのようなセーフティー。いらないね。忖度忖度。セーフティーセーフティーセーフティー、かぶろ。イエス。あ、失礼失礼。いや大丈夫ですよ。ここで。はい。6番。はい。やばい。19点です。バンク、バンク、バンク。バンク。隠れてないね、これね。なるほど、アンドセーフ気味に。セーフ気味だけど、いや、もう丸見えと。アンドプレゼントだ。さあ、来ました。タック、これを取るのは大逆転。これすごいやだ。現在101対60。いけなくはない話。これ入れて出ちゃえばもういけそうな感じです。いやー、下手ですね。下手でございました。さあ、もうチャンスはないでしょう。おっと、予想外の動きをしております。109、あと11点ですよ。これ VAR いる？ VAR いりそうな。いいる。9はここなんだけど、大丈夫。いい。14に先に当たるってこと？今日は変わるんじゃないですか。大丈夫です。大丈夫です。あれこれどうなの？これ14点入ってます。14点も入る。VAR あった方が良かったかもよ、本当に。14点も入ったらもう負けですよ。そうでしょう。はい。今怪しいよ。怪しいの。でも VAR 必要としなかったから。勝ちです。勝ちなんです。32対60。最後ファールっぽかったよ。あれ VAR 使ったらよかった。いや確かに VAR 入るのついちゃったもん勝ちになっちゃうと思うから、はい、あの対戦相手はねレフリー呼んだりとか VAR 使った方が分かりやすいよね。確かに、しっかりと残るから取ってね、うん、はい、それ見てみんなで判断するといいから。今時やってんじゃないのかね。やってないのかね。いや、やってるんじゃないですか、おそらくね。はい、丸分かりだからね。はい、確かに。ぜひ使ってみてください。はい、VAR。VAR 使ってください。はい。で、今日はね、だから VAR の紹介。違いますよ。え、違うの？何だったの？ローテーションでしょ。あ、ローテーションやってたね。あ、そうだ、ローテーション。ヘビーローテーション歌ってましたよね、最初。そうだ、そうだ、そうだ。ローテーションは、名人戦、関西でやってる名人戦。はい、名人位、名人位を取るために、みんなローテーション練習するんですよ。そうだね、もうすごい歴史ある。タイトルなんですよ、名人戦。はい、あとなんか内閣総理大臣杯とか結構大きい試合でローテーション使ったりしてるんですよ。アマチュア連盟の試合が結構ある、はいはいはい、皆さんの県代表とかになるチャンスもかなりあると思うので、はいはいはい、
ね、ちょっと練習してやってみると、特に B クラスの部とかだと、ね、参加者そんなにいないから手を挙げたらいけるなんていうのも昔はあったけどね、最近はないかな。ああ、なるほど。ヘビーローテーションしていきましょう、皆さん。していきましょう。はい。はい。それでは皆さん、ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。